夜プレイです。夜プレイです。来た。お、マーヤちゃん来たやん。マーヤちゃん昨日映ってなかったか。お前クロちゃんおいで。映ってなかったかな。ねえ、ゆみもれさんがえらい怒りとお怒りということで、ねえ、マーヤちゃん昨日映ってなかったか。おかしいな、映ってなかったかな。ねえ、これであゆみちゃん今日から出してます。今日はちょっといろいろね、やってました。まあまずね、今回保護した子たちをやっぱり狭いんでね、ね、狭いんで検査を受けるまでちょっといろいろ考えて、じゃあモダンの真ん中のところ、まあ明日やったらね接触する恐れあるから、まあ2番目やったら接触にしないのということで移しました。でまあ辻ちゃんとなっちゃんは、ね、あゆみちゃんがね行く時に一緒にまた見てもらおうかな、刺繍業ちゃうかな思うんで、ね、あゆみちゃん今日結構ねちゃんと治ってるんで、前はブルーちゃんもね刺繍業の注射で治ってるからやっぱり効くね。あれあゆみちゃんもねこっちも綺麗になってきたから歯抜かんでよかったし、辻ちゃんちょっとなっちゃんとね見てもらおうかなと思います。あゆみちゃんご機嫌やな。今日はちょっと出とき、もう大丈夫よ。な、金は死んでると思う。ちょっとな、でもちゃうね、毛並みもちゃうね、全然ちゃうね。ここからちょっと太ってもらわなあかんね、あゆみちゃんね。なあゆみちゃん、まあそういうことで辻ちゃんとかね話してます今。あゆみちゃん行くときにね、できたら連れて行きたいなと思います。まあ予約せなあかんからね、まず予約からやね。それで、あの子たち入れたわけで、それで下におったな、マツコちゃんも上からのおしっこがあったらあかんので、おしっことかね、白血病の菌がみんな怖いんで、おしっことか下に漏れたらあかんので、マツコちゃんもジャングルのね、トラキチおったところに、ね、入れてます。それでトラキチも自由にね一回してます今日から、まあ、そういう感じで、まあそこの子たちはね掃除最終的にねアルコール のスプレーも置いて、できるだけね触れた時は消毒するようにしたいと思います。まあ、そんな感じで対策してね移動して、まあ明日の動画でねお伝えさせていただきますので、ね、ちゃんと。あゆみちゃんもうポンさんも嫌な思いささんでいいからええわな。あ嫌がってたもんな、お前。嫌われるとこや、ポンさんも、お前に。なあ。なあ、あゆみちゃん。あゆちゃん。あゆちゃん。あゆちゃん。よし、おいで。ね、性格が可愛いもんね、この子。あゆちゃん。しっかり顔した顔になってきたね。やっぱり、汗やってね、原因は。ちょっとまだ歯ね、ちょっとついてるけど、取ってないからね。でもだいぶ、いい感じに。なあ、あゆみちゃん。今日が出時、もう今日がええわ、それで。な。あと頑張って、カリカリ食べなさい。はい、リングちゃんに、これ、あんちゃんは、あさってかな。金曜日宿、まあ、5、6、ね。今日が何日かな。ね、あんちゃんももうちょっと、ね。リングちゃん。うんこか、お前。おしっこか。ベリーちゃんもみんな入ってんな、ね、まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん。まあ一日いろんなことがあるからほんまにね覚えきられんほどのことが本当にあるからね、生きてるか人よりね人生楽しんでんじゃないかなと思います。ほんまに時間が頑張っても足りないぐらいの感じやから、まあ、振り返ったらね、ほんま好きなことしてきた人生やからね。はい、ニックちゃん、ニックも迎えてもらったらええのな、嬉しいな、ね、はい、キキちゃん、ね、この子も可愛いんやけどね、まあ、ほんまに一匹でこうただ多分慣れると思います。ね。おいで。
幸せになる権利はお前らたちにあるんやから、頑張って幸せになれよ。で、はい、クロちゃん。クロちゃん。クロちゃん、おいで。クロちゃん。よしよし。な、クロちゃん。かわいいね、お前もね。よし。クロ猫だよね、かわいい子やもん。今回来たね、子猫もクロ猫やけど、かわいいね、あの子。あ、またここ3人。仲ええな、お前らな。なあ、麦ちゃん。まあ、ちょっと前までは麦ちゃん、ピンクのね、矢倉みたいなところに入ってたけど。ねえ。リオちゃんのハゲ、これか、ハゲ。気になるな。ちょっと塗っとこうか。ピースも塗ったからな。前も塗っとこうか。何やろうな。前からそんなのあったな。何怒ってんの？見てんよ、キズを。キズか何か分からんけど。な。はい、エルザちゃんに。何怒ってんの、リオちゃん。電気嫌いやな。ね、はい。それでは、サイちゃんに、ドラちゃん。あ、うんこしたんだな、リオちゃん。ね、まったりしてますね。あ、リオ。キーボーかな、また一緒。それでモッチ、モッチリの子来たで、こっちに。なあ。まあだけど朝方ね、ちょっとボンさんもね、あの掃除してる時に、ジャングルを掃除してる間に、なんか、あ、じゃあジャングルちゃん、ワモダンを掃除してる間に誰かね、ジャングルで喧嘩したんかないうぐらい、あの K が落ちてたんですよ。それでまあ多分コメントにもあったように、ね、子猫ちゃんがなんかチャオ君に追い、あの追いかけられたかなんか知らんけど、それでミギちゃんが怒って、チャオくんに怒って、ね、チャオくんがまた仕返したりとか、ミギちゃんはなんか子猫思いやいうことでね、コメント見たんやけど、ミギちゃんすごいな。そういうとこあってんな、知らん一面が、ポンさんもね、あの、聞けたかなと思います。ねえ。まあ、あそこにね、ヘルプさんもね、あ、一人のヘルプさんはあっちに入れる方がいいいうことでね、ジャングルに今回の子猫ちゃんたちも、ミギちゃんがやっぱりね、子猫好きなんだなと。ね。はい、こんな感じで。あゆみちゃん、綺麗だったな、お前。もうちょっと口綺麗だったら可愛いのにな。まあ、掃除してないからな。な、あゆみちゃん。あゆちゃん。これ取らなあかんだけどな。取ったら綺麗になるけど、取らん、取ってないんですよ。ちゃんと治るか見たいからね。ねえ。なあ、いちゃん。うちの顎のこの黒いの。なあ、取れたいのにな。肌も綺麗だったな。ねえ。はい。みこちゃん。まあ、あとは外かな。ねえ。ここ猫、密度高いからね。はい。行こう。まやちゃん元気やな、お前。中は暑いわ。もう今クーラー切ってるから、あと落ちてる、ね。はい。はい。セブン。セブン。よしよし。怖がることないよ。な。よしよし。慣れなさい。できたけどね、だいぶ。はい。おかちゃん。雨降ってきたんだ。なんか雨降ったような感じだけど、雨降ってないもんな。はい、もかちゃん。ね、この子も可愛らしい顔です。それは生地ではいい。ね、可愛い方。ちょっとぽっちゃり気味の。ね、可愛らしいです。まあ、や。それと、キーボーか。まだここやね。背中だけ、キーボーは。それとこっちは、あ、ピース。ピースどうや？塗ってんけど。また塗っとこうかな。また朝でも塗ろうか。あ、スイちゃんだ。早速スイちゃん。スイちゃん。スイちゃん。寝てる。スジちゃん。ね、もう一回だけ見てもらおう、スイちゃん。あ、誰やろ？ひらりかな？きたろうちゃんと。ねえ。
ここにちゃこちゃん、ちゃこちゃん、ね、にぎやかやな。はい、みこちゃんちょっと閉めるよ。あ、うまい時な、ビーね、はい、みこちゃん落ち着いたな、お前もな、みんないい子で。はい、ドラちゃん、ドラチョコちゃん、ドラコちゃん、ね、明日はワモダンを撮るかな。ワモ、じゃあジャンファンタジーか、明日は朝動画はね。ということはマコ、マツコちゃんだけ最後撮っとくかな。まあ明日トラキジの様子もね、明日のファンタジーで見れるんじゃないかな思うしね。エレオちゃん、エルザちゃん、あら、ブルーちゃんも言ってんのな。はい、さあ言うてみ、大丈夫やな、しっかりしいや、ブルーちゃんね、ブルーちゃんもね、エルザちゃんに、エレオちゃんにな、はよ、懐いてやるよ、ちゃん。お前、ほんまにヘルプさんにはすごいことやってんらしいな、ほんまに。らしいな、でも、僕の動画見たけど。ねえ。レオちゃん、逃げんかてええて。な、早速言うてんのに。な、わかった。ね、今日はこれぐらいしときます。はい、ありがとうございました。今日から移動になったマツコちゃんです。ねえ、もう何日や。ね、検査結果ももうちょっとしたらね、来ると思うよ。な。な、ちょっとここで慣れときな。ね、ごっつなってきたな、マツコちゃん。ね、横 IP もね、落ちかったと思うからな。よかったよかった。ね、マツコちゃんでした。今日もご飯を送っていただきありがとうございます。ね、みんな大好きな餌ですね。4つもそれもありがとうございますね。もうほんまにご飯とね、トイレの砂とあのチップとシステムトイレのねシートを送ってもらったらほんま助かりますね。一番もう買いに行かなあかんやつやからなかなか大変なんですよ。それ送ってもらえたらねほんま楽です。これ買うとなったらね、やっぱりあのカゴに入れてレジして、それで車に積んで、それから車から下ろしてっていう作業がなかなか大変なんでね、ほんま助かります。ありがとうございます。さよなら三角、また来て四角、ご機嫌五角でまた明日、チャンネル登録よろしくやで。